おはよう元気かいさあ、今日も楽しいゲームをしようか。どうしたのあまり乗り気ではないみたいだね。じゃあ、やめるその代わり、今日は一日部屋の中だよ。僕の言うことが聞けない悪い子は、 外へ出すわけにはいかないからね。それでもいい <laughs> やる気になったそう来なくっちゃ。はい、君のスマホ。じゃあ始めるよ。ルールは同じ。君が今日一日逃げ切れたら、僕は君を諦める。君は自由の身だ。 お家へも返してあげる。でも、僕が君を捕まえたら、僕は明日も、君のご主人様だよ。何のため言っておくけど、君のスマホには GPS が入ってる。知ってただろうね。だからこの前、スマホを捨てて逃げたりしたんだろう 残念ながら、君は逃げ切れなかったけどね。だけど、GPS が入っているのは、スマホだけじゃないからね。それは覚えておいた方がいい。どこかってはは、<laughs> それを言っちゃ面白くないだろう。せっかくの君との時間。 大切に一日でも長く過ごしたいからね。スマホは使っても使わなくてもいい。ただ、僕からの連絡には必ず出ること。<laughs> ま、そんなにたびたびかけることはないから安心していいよ。ただ、もしまたスマホを捨てたら。そう。お仕置きが待っ ていることを忘れないように。そして、そのスマホには君の大切な人の連絡先も入っている。捨てたら。二度と会えなくなるかもしれないよ。もっとも今はシークレットにしてあるから、君が助けを呼ぶことはできないけどね。<laughs> とにかく、スマホを捨てたりとか、バカな真似はしない方がいい、ということだ。君が僕のことだけ、ちゃんと見てくれるようになったら、いつでも解除してあげるよ。じゃあ、いいかな。とりあえず僕は、今から朝食にする。君はせっかくだから、食べておいたらゲームが始まったら、 食事どころじゃなくなるだろう食べ物も飲み物もいつも通りここにあるから好きなだけ食べていくといいよ。もちろん持って行っても構わない。ああ、行っちゃった。ゆっくりしていけばいいのに。もう戻らない。なんて短価切っちゃって。 時間が二三十分ずれたからって、大して変わらないんだけどな。<laughs> 今日はどこへ行くんだろう。裏通り。かなり狭い道のようだね。車じゃ無理かな。先回りするには。 だんだんとこの辺りの地理にも詳しくなっているようだし、そろそろ場所を変えないといけないかもしれないな。君も馬鹿じゃないってことだ。でも、君は僕から絶対逃げることができない。そう、籠の中の鳥なんだよ。今も大きな籠の中で彷徨っている。 可愛い可愛い,い,い僕だけのもの。君を見つけた時の、あの怯えた顔が可愛くてたまらない。嫌だと泣き叫ぶ君を抱きしめて、僕のものだと教え込むその瞬間。君は、僕の腕の中でおとなしくなる。 諦めた、絶望で。<laughs> 考えただけで続ゾ々クゾクしてくるさて、今日も楽しむとするか。スマホ、と。ふーん。あれだけ言ったのに、またやっちゃったみたいだね。 さっきから動いてない。仕方ない。しばらく様子を見るか。あと少しで逃げ切れる。そんな期待をさせて、最後に落とす。君の絶望した顔を想像すると。<laughs> やばい。 今すぐ君を抱きしめて、むちゃくちゃに壊したくなる。ごめんなさいと許しを請う君を、無理やり後ろから。<laughs> なんて素敵なんだろう。<laughs> ダメだ。今日はゲーム中断だ。とても一日我慢できそうにない。今から迎えに行くから、いい子で待って。 いいなさスマホがなくともいくらでも君を見つけ出すことはできるんだよだって GPS は君の体の中にあるどこへ逃げても僕からは逃れられない運命にあるんだよ忘れないで。 君は永遠に僕のもの。僕から勝手に離れることは許さない。今夜もたっぷりお仕置きしてあげる。さあ、楽しい楽しい鬼ごっこの始まりだ。